バリ島のクタは、インドネシアのバリ島にある有名な観光地の一つです。クタは島の南部に位置し、デンパサール国際空港から車で約15分の距離にあります。クタは美しいビーチが広がり、サーフィンや日光浴などのアクティビティを楽しむことができます。また、周辺には多くのレストラン、バー、ショップ、 ナイトクラブなどが集まっており、活気ある夜の街としても知られています。特に、クタビーチは有名で、広大な砂浜と美しい夕日が魅力です。サーフィン初心者から上級者まで、様々なレベルのサーファーが集まります。ビーチには多くのレンタルサーフボードやサーフスクールもありますので、 初めての方でも楽しむことができます。クタにはさまざまな宿泊施設もあります。高級ホテルからバジェットホテルまで、幅広い価格帯の宿泊施設が揃っていますので、予算や好みに合わせて選ぶことができます。ただし、クタは観光客の集まるエリアであり、ショッピングやナイトライフが充実していますが、 一方で混雑していることもあります。交通渋滞も起こりやすいため、移動には時間を余裕を持って計画することをおすすめします。クタはバリ島の観光の中心地の一つであり、美しいビーチや多彩なアクティビティ、食事やショッピングの楽しみなど、魅力がたくさんあります。バリ島を訪れる際には、 クタもぜひ訪れてみてください。